ホーム3メートルほどある金魚のオブジェ改札の守護課、鍵、カードリーダー、長須駅は、熊本県玉名郡長須町大和高浜にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。すべての定期旅客列車が停車する。また、朝の下り1本のみ、当駅始発の普通列車が設定されている。かつては、特急、有明の発着駅であった。当駅から、 熊本駅までは2014年3月15日のダイヤ改正をもって廃止され、定期運行の優等列車の設定がなくなった。その後はすべてあたり駅始発、終着で運行されていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で、有明は大牟田駅始発の一本のみに削減され、大牟田から当駅までの間も、定期運行の優等列車の設定がなくなった。 開業時の地名が由来、開業以来地名が変わっていない。長洲の歴史は古く、1160年、扇義先より三人の開拓像が移り住んだのが、始まりと言われている。当時は、長なぎさ、千鳥が浜、ナキスの浜などと呼ばれていたが、その地形が、有明海に面した、長石砂の大きくて、細長い巣であったことから、戦国時代頃には、今の、 長巣になったと言われる。もともとは、漁業中心の港町であったが、日ご藩主であった、加藤清正や細川津成による、干拓事業によって、今のような水田が作られた。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅、京上駅舎を持つ。大きな金魚のオブジェが、それぞれのプラットホームに一台ずつ設置されている。 JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。2012年12月1日より守護課が利用可能となるが、自動改札機の設置は行われず、IC の読み取り機のみ設置している。2016年からの1日平均乗車人員の推移は下記の通り、北口側南口側過去には、 参考バスが駅前に発着していた。2020年9月末で廃止となり、予約制タクシーに移行した。ABCDFGHIJK e、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、加齢川駅、大畑駅ほか、朝日新聞に出版、週刊朝日百貨、2013年3月31日、22ページ。熊本支店内各駅。 JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月30日閲覧。AB 熊本駅事業所 JR 九州、サービスサポート。2021年12月10日閲覧。平成26年春ダイヤ改正、九州旅客鉄道、オリジナルの2014年11月9日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20141109201115/httpww13jr w 九州 COJP ニュースリリース web nsf a1ed4d49 で 57a3bit049257ac00537891 4F0AC469 ビット 07B069149257C4 ビット 001A6F6C24 ファイル E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E6%98%

九州旅客鉄道。2017年12月15日閲覧。長須駅予想い新たにオープン。交通新聞、P2、10駅に、緑の窓口設置へ、JR 九州。交通新聞、P1、交通新聞、P1AB、駅体制の見直しについて九州旅客鉄道。オリジナルの2021年12月23日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20211223064144/https:www.jrqc.co.jp/news/ixfiles/a fieldfile202112 23、211223駅体制見直し、PDF2021 年12月24日、閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2021年9月4日閲覧。バス停の新設、名称変更、移設、廃止。九州参考バス。 2021年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年1月10日閲覧2020年10月1日路線バスダイヤ改正のご案内九州参考バス2021年1月19日閲覧熊本県長洲町令和2年9月30日で路線バス廃止金魚タクシーの実証実験をしますマイ広報誌 2021年1月19日閲覧。ありがとうございます。